お待たせしました、ラブリー唐揚げの本品です。はい、どうぞ。何にあれでいくらなんすか。え、値段、はい、どんな量多いの。決まってるんだよ、そういうのに。全然決まってる。決まってるんだよ。言われたら、おかしい。修行してる。なんでこうなるんだよ。決まってんの。なるほど。決まってるの。もうそう、教えられてるから。豚から丼一つです。豚からコップもねえから。いいよ、もうそっちやった。いいから。マーボー。作る人やってっつってんの、しつこいな。コップはなってっつうの、プラスがもう。うるさいよ。作る人がもう一人いればいい。唐揚げだけでもやってくれれば一番いいんだよ。唐揚げやってる時にもチャーハンも何もできねえんだよ。だから待たせちゃうんだ。なるほど。うちでやるじゃん、アルバイト。お願いします。ちょっと着てみて。これ一回脱いで、 T シャツあるから。イサムの T シャツはイベント用なんだけど。遅いですか。普段のほら日土日手伝ったでしょ、はい、忙しいって、はい、あれの倍ぐらい。倍ぐらいですか。すごい。こういう状況だからなんか人がいる。洗い物だけでもさ、待ってもらったら。いやいやいや、またすか。これに氷入れて水入れてもらっちゃう。どうすか、盛り付けは。盛り付けはいいよ。いいっすか。
はい、どうも。いただきます。おはようございます。おはようございます。遅刻だよ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 。あることあるんですぐ玉ねぎ剥いてよ。いいよいいよ、こっちおいで。二人とも。あ、そうだ、片桐くん。あの、お土産のさ、パック作っといてもらって、それ言っとく。ありがとうございます。で、洗う？はい、先に。洗います。ここで、これ、すぐに強いから。ご飯、注文、回します。はい。5時になりましたので、会議始めます。処理お願いします。お願いします。でも放送してからどうですか、お客さん。またまた増えたよ。あ、増えました。うん、作るのはいいんだけど、うん、その後の仕込みがやっぱ大変だからですね。豚からとかの肉をほら切らなきゃいけないから。キャベツ切るのとわけが違う。そこが大変。昼間終わってからね、だって。うん。そこからまた仕込みだからさ。うん。どうしてもね、人に任せるわけいかねえから。うん。大変っちゃ大変なんだけどね。うん。じゃあ仕込みが今一番大変な感じですか。仕込みやる？いや仕込み できないじゃないですか、なかなか。いや教える。いや。全部太いじゃん。どっちで出ればいいの？こう行ければいいの？気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございました。またね、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。気をつけてね。はい、ありがとうございます。ありがとう。ディレクター業務をこなすため一旦名古屋へ。そんなある日のこと。ありがとう、来てくれてパパおいでよ。大丈夫ですか。うん、はい、いらないよ。終わらないもんだ。いらないって言うんだよ。いや、お土産です。片桐さん、わかんないよ。いいですか、大丈夫でしょ。大丈夫、体は大丈夫だよ。大丈夫ですか、体。ああ、結構ですね。油はここで温めたの。はいはいはい。で、ダクト回してたから、ダクトからこう、こうダーッと上がっちゃったんだよ。へぇ、ここから火が。わぁ、すごいですね、ここは。
くわ。ここ火燃えちゃった。だいぶ燃えちゃいましたね、ここは。見たとき、おぉ、ボンボン燃えてたんだ。うん。っていうか、何もなくなっちゃったからね。なるほど。3日ぐらい、空気をパンってさ、心に穴が開いたような。おぉ。何してるんですか。最後の清掃だよ。最後の清掃ですか。これはもう どうなっちゃう。また使うんですか。使えないよ、ね、水かぶっちゃったら。ああ。けどそうするんですか。そう。なんでですか。今までね、さもう助けてくれたから。はい。でも汚いままで捨てるわけいかないじゃん。あやっぱね、イサムでこうやって働いてくれた機会だからさ、あやっぱ最後はちゃんとして送り出してあげないと。あ掃除するってことですか。人だってそうでしょ。最後はきれいにして送り出してるじゃん、みんな。はい、それと一緒だから待ってんの。今のところいつ再開したいとかあるんですかね。9月いっぱいかかるかなっていう感じだよ。これから新たな出発に向けて、うん、ぼやよりももっと燃えてるよ心は。でも一番嬉しかったね、やっぱ。ことがあってさ。うん。ぼやがあった日、うん。念のために病院行ったんだよ。うん。救急車も来たからさ。うん。俺自身大丈夫だったんだけどさ。うん。病院の受付に行く時さ。うん。電話があったの。うん。あなたから一番最初に。あ、僕が一番最初だったんですか。そう。あ、そうなんですか。そういうか、ぼやがあって、たぶん2時間ぐらいだったね、たぶん。うん。それ一番嬉しかったよね、さすがファミリーだと思って。いや、僕は本当。逆にやっぱりね、家族だけだとそういう現状を見てるしさ、うん、励ますっていうのもなかなかね、うん、やるけど、やっぱ、そうやって、ね、片桐 D が来てくれることによって、みんな明るく楽しくなっちゃうし。うんいや、 やっぱ人っていう存在は本当一人の存在も大切だなっていうか、すごい影響力があるいやいやいや、そんなこと改めて思うよ。いやいや、そんなことないです。今からどこ行くんですか。イサムの全身の、そこがなければ味のイサムの今はないと思う。ああ、うん、呼んでますよ。あ、いいっすよ、いいっすよ。そうですね。うん、リパス。すごいリパス。気づい、何か気づかない。え、なんかあるんですか。ラーメンの丼さ。あ、そういうことですか。普通じゃないですよ、これ。先代のイサムが亡くなった時に俺は建てたの。へえ。ね、後々子供たちやほら孫たちとかそのひ孫たちとか、あれ下の人が来た時にほら楽しくお墓参りできるように、うん、町中華やってたっていうのを分かってもらえるように。すげえ。大ちゃんだと入れるんだよ。手伝ったから。もし、もし、あ、なるほど、 お墓がないときは。ここにってことですか。そう。ありがとうございます。うん。すいません。ありがとうございます。すいません。
ね、喜んでると思います。ね、本当。ここに味のシリーズって書いてある、ね。はい。本当。あ、じゃあ仙台の店名も味のってついたんですね。そう。次のとこ行ってんの今。やってますよ。やってないでしょ。みんな。大原は山形行ったの見たけどさ。ね、何全然次のやってないじゃん。やってますって。仕事して。あ、僕名古屋のテレビ局の思うまい店っていう番組のスタッフなんですけども、はい、とりあえずグルグルしてもらっても大丈夫ですか？いや、それは構わないけど、はい、店名に味がつく店なんですけど、味の〇〇みたいな、味のってつく店はいい店が多いんじゃないかなと思って、うん、探してるんですよね。